とりあえずやります。先週ちょっと説明もしたんですけど、ヤンっていうのは、コウ選手の中国読みの名前になってるんで、ヤン。で、まあ、コールはコウ・タカヒロなんですけど、公にコールでヤンって言われるのはちょっと恥ずかしいって言われたんで、コウ・タカヒロでいきますね。もう一回いきましょうか。コウ・タカヒロ！次、太郎、荒木亮太郎選手。ケツメイシのカーニバルという曲でやってます。で、ちょっともう一回聴いてください。おー荒木亮太郎、ラー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 亮太郎、おー荒木亮太郎、ラー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 亮太郎。
10代のことが分かんないかもしれないんですけど、トシちゃんのハッとしてくっとっていう曲ですね。20代知らない、知らない、すいません。はい、ちょっと歌いますね、一回。はらかわはらかわはらかわりきらららららら、はらかわはらかわはらかわりきらららららら。
まだ試合前なんでね、試合でめちゃめちゃやってくれたらいいなと思うんですけど、あとちょっと一言というか、今ちょっとここで共有したいことがあって、沖縄のキャンプ、俺が行った時に中川てるさんとちょっと話して、その時にまあ、やっぱり彼はマリノスで優勝を経験してるんで、そのうちの今ファンサポーターに何がなんかちょっともっと何て言うんですかね、求めるものって何かありますかって聞いた時に、やっぱりマリノスで優勝した時は失点した時に、失点した時こそそのファンサポーターがすごい盛り上げて、でかい声でやってくれたって言ってたんですよ。でただ東京は失点した時って、まあ、選手とかも含めなんですけど、ファンサポーターがちょっとやっぱりこう落ちちゃって、なんていうんですかね、まあ、静かになっちゃう時があるって言ってたんですよね。まあ、それは正直ゴール裏で今応援やってる自分の責任でもあるんですけど、まあ、中川選手がそういうことを言ってくれたんで、点入った時こそ俺らがもっと盛り上げて声出して選手を後押しできるようにやっていきましょう。よろしくお願いします。言ってるんですけど、やっぱり優勝っていう言葉、選手たちみんなはっきり言ってくれてるんで、まあ、もちろん俺らはやっぱりアジア行きたいって言ってる人も多いんですけど、優勝したら必然的にアジアついてくるんで、なので俺らもここで優勝目指しましょう。本当にやっぱり俺らがここでファンサポーターが一体感持ってやらないと、それ選手たちには応援が伝わらないし、俺らが一体感持って応援することによって選手たちもそれ伝わると思うんで、しっかりここで一体感持ってやっていきましょう。SNS とかでね、いろいろ、まあ、エンブレムの件とかそういうので、なんだろうな、まあ、お互い同じ FC 東京っていうチームを応援してるのにこういがみ合ったりとか、なんかまだあいつこんなこと言ってるよとか、そういうのをねやっぱり SNS とかで見るんですけど、もう一旦そういうのなしにして、もうみんなでここで一体感持ってやっていきましょう。よろしくお願いします。